ターに行ってくださいね。アイアンビバーのお客様をご案内いたします。今この口からお電話ください。この便は ANA 3816便との共同航便でございます。機内持ち込みの手荷物は座席上の戻りで、または前の座席の下などしっかり固定される場所に置いてください。壊れやすいもの、水漏れの恐れのあるものは前の座席の下に置いてください。また、非常口付近や通路の手荷物は、必ず座席上の物入れに置いてください。上の物入れは全て共同のスペースです。座席番号にかかわらず、前後左右空いているスペースを、組み合わせの上ご利用ください。飛行機のドアが閉まりましたら、携帯電話を含む全ての電子機器類は、電波を発信しない設定に切り替えるか、電源をお切りください。その飛行機では、Bluetooth などによる機器同士の接続は常にご使用になります。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。早めにお座りになり、シートベルトの着用をお願いいたします。皆様のご協力をお願いいたします。サンタアイアでは、空港より航空機内において新型コロナウイルス感染拡大防止、またはお客様同士のご不安解消のため、ワクチン接種後のお客様も引き続き、マスクなど鼻と口を覆うものをご着用いただくようお願いしております。なお理由なくマスクなど着用されないお客様、並びに発熱など体調が優れないお客様におきましては、ご搭乗もお断りする場合がございます。着用することが難しい理由のお客様は、ただの時間着出場後にまでに申し出ください。皆様のご協力もお願いいたします。ただいまから皆様の安全のため、手荷物の収納状況を確認いたします。手荷物はしっかり固定される場所に置いてください。また、回線済みのペットボトルや水筒などは、上空での気圧の変化により、水漏れする恐れがございます。上の物入れには入れず、お手元にお持ちいただくようお願いいたします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。早めにお座りになり、シートベルトの着用もお願いいたします。ご案内いたします。皆様、ただいま飛行機のドアが閉まりました。この先、携帯電話などの電波を発信する電子機器類は、電波を発信しない設定に切り替えるか、電源をお切りください。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下にしっかりと置いてください。座席にお座りになり、シートベルトの着用もお願いいたします。業務連絡です。乗務員はドアモードをアームドに変更してください。ご搭乗の皆様、こんばんは。今日もスターフライヤー、羽田東京国際空港行き16便をご利用いただきましてありがとうございます。この便は ANA3816 便との共同航便でございます。飛行時間は離陸後1時間15分を予定しております。シートベルトは腰の低い位置で、緩みのないようしっかりとお締めください。客室内は通路、化粧室を含め全席禁煙です。加熱式タバコ、電子タバコは機内での喫煙並びに充電が禁止されております。携帯電話などの電波を発信する電子機器類は、電波を発信しない設定に切り替えるか、電源をお切りください。皆様のご協力をお願いいたします。安心してサービスを受けていただくために、客室乗務員はマスクと手袋を着用しております。皆様におかれましても、ご自身のマスクの着用、手洗いや咳エチケット、近い距離や大きな声での会話を控えていただくなど、感染予防対策へのご協力をお願いいたします。また、安全なサービスを受けていただくため、機内サービスの内容を一部変更しております。ご不明な点は客室乗務員にお尋ねください。本日この便を運行いたします機長は白石、私はパーソンの西山と申します。ご用の際にはお気軽に客室乗務員に声をかけください。ただいまからこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。テレビモニターも皆様必ずご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。本日空の安全と皆様をお守りするため参りました。私スターフライヤーマン、これから空の守護神として皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の設
空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますので、ご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるように、離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。機内は通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防にご協力ください。電子機器の発する電波が安全運航に支障をきたす恐れがあります。携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの電波を発信する電子機器は電源をお切りいただくか電波の出ない設定に切り替えてください。酸素マスクは必要な時に降りてきます。マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当てる、ゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引き、長さを調節します。大人がまず着用し、その後お子様にもマスクをつけてください。緊急の場合は衝撃に備える姿勢をとってください。この飛行機には前方、中央、後方に非常口があります。お近くの非常口を確かめください。非常口には脱出用スライドがついています。脱出の際にはハイヒールは脱いで、手荷物は一切持たないでください。両腕を前に伸ばして上体を起こしてスライドを滑り降りてください。援助する場合はスライドの横に立ち体を引き起こしてください。滑り降りた後は速やかに飛行機から離れてください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から救命胴衣を取り出し、紐がついている方を下にして頭からかぶります。前の留め具を差し込み、紐を引いてしっかり締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引き、救命胴衣を膨らませます。膨らみが足りないときは両側のゴム管から息を吹き込んでください。小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーマン、または客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。わかりました。まもなく機内の照明を調節いたします。読書続けのお客様は座席上の読書灯を用途に合わせてご利用ください。Thank you.
お控えください。手荷物は元の位置にお戻しください。皆様、ただいま羽田東京国際空港に着陸いたしました。安全のためベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めのままお待ちください。また上の物入れを開けた際に中の手荷物が滑り出ることもありますのでお気をつけください。上の物入れにはお土産袋などよく似たお手荷物がございます。ご確認の上お取り間違いには十分ご注意ください。これより通信用の電波を発信する電子機器類もご使用になれます。なお携帯電話での通話はお控えください。今日もスターフライヤーと ANA の共同運航便をご利用いただきます。